こ <laughs> <laughs> ういうメールが <laughs> <laughs> はいえー、今日は個別コンサル私と同い年ぐらいの方ですねズッキーくんですこんばんはおはようございますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,しお願いしますちょっと最初収録前にちょっと気になったこと一つ言っていいですかはいうんあのちょっとすげえ感じ悪いなこの人って思っちゃったんですけどあのわ、ー、<あ>かるもう言いたいこと うん、あのさまずさ個別コンサルさこう添削もねあの要はシェアもしてるし、はい、それズッキー君自身もどういうものかってわかると思うんですよねはい、うん、でさ、まあ、まずこうスケジュール的にさ考えて今回このお話と実録の添削ってさその ちょっと時間的には難しいなっていうのはイメージできると思うのね。はい。まず。そこまでは大丈夫はい、うん。で、例えば上位の子とかはこういうパターンの時要は他の質問ともう1個質問とか、全然出力、検索、シェア、あの一緒にとかいいんだけど、はい。まあ、どっちか優先の時に、こちらも時間がもし間に合えばっていう感じでは書いてくれるのよ。はい。うん、でさあ、 俺、さっきさ、ここ、ここ、多分ここだけになっちゃうけどっていうふうに言ったよね。はい。その時に、えー、って感じだったの。ズッキー君のリアクションは。こっちからするとね。あ、うん。そうなんですね。はい、うん。で、なんかクソムカつくな、こいつって思ったの。はい。うん。だそういうところで、多分んズッキー君損してると思うよ。いろんなことで。あ、あのー、 ありがとうごございいいますご指摘いただいて、うん、後で多分聞いたら自分の感じまああそこは多分録音してないから分かんないと思うけどわかんないかもしれないけど、あのー、やってもらって当たり前だと思ってんだなこいつはってのは俺は見透かしちゃったね。はい、うん、だけど今回さ例えばこの子供たちお子さん要は離婚されて。 お、はい、子さんたちのこうところの相談をしたい5年間会えていない別居中の子どもたちにできることをご教授いただきたいですでい,いか経緯になりますって書いてくれてるよね、はい、これだけでも結構大した問題テーマですよねで、はい、次出力添削お願いいたしますっていう時に46歳の大人だったら やっぱり岡田の立場に立って想像してあこれもしかしたら尺足んないかもしれないなってことはここにもし時間が間に合えばっていうのを一と言を付け加えるんですよねやっぱり。うんはい、うん、であとそもそもの姿勢として、はい、やっぱりこれもこれも聞いて大丈夫かなっていう姿勢が絶対潜在的にあるべきなのよね。うんはいうん でその意識があったらさっきの会話やり取りしてるときにあそうですよねが絶対一言出てくるのよ。うんでもでもあなたがやったことはあはいだったのね。でじゃあそういう人間を好きになれって言われても多分世界中の人がなれないじゃないかな。うん、うん、そういう相手の立場に立てない。 えー、あるいはそうじゃないつもりだったとしてもそういう受け答えになっちゃう人を世界の中に愛せる人いるのかなって言うと、はい、俺いないと思うんだよねうん。あ、うん、そこは僕はすごく気になるねはい、うん、あの 返す言葉もありません言われたら分かる多分潜在的にあったでしょ正直やってもらえて当たり前という意識がその言葉も言われれば、あのー、もちろん否定できませんし、うんあのー、その前に岡田さんがおっしゃってた時間足りないだろうなっていう思いもおっしゃっる通り思ってましたし そうだよね、あと私の中でもう一つだったのは、うん、この2の1のその重い話の後に2の2の添削のお願いを、うん、あのしていいのかっていう思いもありました。ただそれをやはりその第三者の岡田さんよは客観的にご覧になっていただく方に表現するっていうところまでは完全にあの。 抜けていたところです、うん、そうだ,よ、ね、だからその想像するところはあるのにそれが表現できないっていうのは、はい、あのすごくもったいないと思うよ。そのなんでしょうこ,このテーマと <laughs> 子どもの相談のテーマのあたりナンパの添削」っていうこの順番とかは全然いいのよそれはいろんな人生があるわけだからその今抱えてる悩みとあと、ね「ナンパもうまくなりたいから」ってそんなん全然気にする,する必要もないの。 なんだけどもやっぱりコミュニケーションとしてやっぱりこう、はい、例えばね、あのー、よく美容師さん選びをするときにみんなでアドバイスするんですけど、はい、美容師さんなんかも要はその人がどれだけ髪のことを分かってるかっていうのを把握することがすごく大事で伝えることが大事で、はい、その分かってるっていうのは知識をひきらかすって意味じゃなくて例えばこういう髪型にしたいのでまずは 次のジジいずれこういう風にしたいんですよねっていう風に言ってくれればあ今回1回でこれができるとは思ってるバカじゃないなっていうのは伝わるわけよそうすると美容師さんは切りやすくなるのねははだけどいきなり来て初見でこれにしてくださいって言われたら、はい、えこいつ今の状態でこれになれると思ってんだっていうところから始まっちゃうのよねははでそうすると嫌い,嫌いだなこいつっていうところから始まっちゃうんですよね でちょっとそれと近いところがあって、その、はい、なんでしょうね、こう、この順序とか、こういうことを相談していくのは全然いいの、それはコンサルタント、あなたが持っている権利だから。はい、だけども、そこに対してこう、相手にこう言えばこう伝わる、こうしちゃうとこうなっちゃうっていうふうなところが、やっぱり僕は、うん、潜在的に。 表現できなかっただけっておっしゃるんだけど、はい、僕はどうしてもあの時にこの2の1しか多分できないと思うよって言った時に、はい、最初のリアクションがいや僕はやって当たり前やってもらって当たり前っていう意識が多分あっただろうなっていうのはあるんだよね。うーんじゃないとやっぱりはい。うーん 一緒に暮らすのもやっぱつらっ辛かったと思うよ、奥さん、もう正直。そこのやりとりっていうのはね、あのー、ほんとちょっとしたことなんだけど、はい。うんあ、この人、気を使ってくれない。例えば、ご飯を作った後の一言とかね、あ<ー>うん、ご飯んを食べた瞬間の一言とか。はい 新しいメニューを出した時のリアクションとか、多分そういう一個一個がイラッとすることはすごく多かっただろうなとは正直思った。うん。うん、はい、うんあの。あったと思います。うん、まあまあ、ちょっと今日、まあい,いや、それは置いといてね、ちょっとまあ全部つながってくる話なので、ちょっと今日のメインテーマ持っていきたいんですが。 はい、まずあの5年間会えていない別居中の子どもたちにできることをご教示いただきたいですということで、以下経緯書いていただいているんですが、あのー、僕、すごく疑問だったのが、あのまず15、15年に私が体調を崩し、休職した際、妻が不倫しました。その後、はい、自宅の交流にり踏み切りましたが、17年2月に妻が子どもたちを連れて別居。えー、その後自宅は賃貸に出し 私も一人暮らしを開始、しかし私が持ち家を賃,賃貸に出したことが、えー、子どもたちには大変ショックだったようで、その後、面会を希望するも私とは会いたくないとのこと。で、はいえー、子どもがまあ学生さんであることから、子どもの意思を尊重する形で調停中でもこちらから会いに行かない旨の合意も合わせ、20年に離婚成立。 今現在、私が最低限子どもたちにできることは、養育費を払い、大学卒業まで経済的な部分をサポートすることだと思っていますっていうふうに書いてあるんですけど、僕、これ、すごくん、んって思ったんですけども、奥さん、不倫されたわけですよね、はい。はい。で、これ、離婚の原因は何だったんですか 私のその体調の不調で妻がもちろん必死に面倒を見てくれてたんですけれどもそこにあのもうさすがにっていうことで我慢を切らしちゃって、まあ、彼女自身がこうあののメンタルの,その安定のために多分あの不倫という形を取ったと思うんですね。 でも不倫したんですよねこれだって全く悪くなくないですかあのーあのー、ここにズッキー君がここに書いてないなんか悪いことないですかこれすごく僕腑に落ちなかったっすよねだって奥さん離婚したんでしょでもお前ふざけんなじゃないですかあのーうんうん、えっとその不倫をしたあうに あえっと、私が不倫しないでくれって話をしたんです。<laughs> しないでくれ <laughs> あの要はそういうテンションであの私も話せない時だったんですよ。それでえっと正直もうその不倫相手もどういうやつか分かってたんで、うん、もうもう外見も性格もとんでもないやつだったっていうのを私も知ってたので、うん、頼むからそいつはやめてくれと。うん いう話をしたら、あのじゃあ、他の人を連れてきてと、うん、いうことで、えー、っと私があの男の人を今度、ナンパするっていうことになったんですよ。ほほほほそれで、えー、っと駅に繰り出して、男の人に声かけてたんですけど、もちろんうま,うまくいかなくて、で <laughs> でそしたら今度 <laughs> あのごめんなさい、なんでそこまでする必要があるんですか えー、もうそうですね、やめろって一言で言えばよかったのかもしれないんですけど。えー、やめろっていうか、もうだって親権なんか与えれないですよね。養育費払うの、お金、慰謝料取れるじゃないですか。ああ、の、その時はまだ復縁したかったので、うん、えっと、2015、年、7年ぐらいは。 はい、ずっと夫婦関係を継続したいと思ってましたとでもその後に離婚したわけですよねなんでこんなにそのそ<う>ズッキークが不利な状態になってるんですか俺そこがすごく分かんないですよねだって不倫例えばズッキークが外で遊んでたとしても、はい、奥さん側にはそれは伝わってないわけですよね、はい、だから実際現実問題として浮気したのは奥さんの方ですよね はい、なんでこんなに持ってかれてるんですかはい、私もあの、私の方の友人とかにいろいろ相談は当時もしたんですけど、うん、そこはみんな、うん、そうですね、まあ、ただ、まあ、子供を連れて行かれたので。 物理的に持っていかれちゃったので、もうそこは一旦ともしてがかったところはあります。<laughs> いや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 、あの、裁判できるでしょあはい、あの、裁判もしました。うんうんうん、で、それで、えーうん、子供がはい結構な年なので、うん、今子供はなんて言ってるのということで、ま調、あ、停員から、うんうん、あの妻側のまあ弁護士、うん からまあ話を聞いて、うん、まあ私の方の弁護士も聞いてという、まあ、そういうことで、うんうん、結局、そうですね、もう子供が会いたくないと。子供たちはわか知ってるの奥さんがなんで要は不倫をしたことは知ってるの不倫をしたことは知ってて、んでなんでのなんで子供たちに、はい、さあ 奥さんが不貞行為をして、で最後、離婚に行き着いて、でそれでも一生懸命、旦那さん支えようとして、で仕事しながら、養育費も大学生に行か,れる行かせるところまで育ててる、お金を払ってる、はっきり言って奥さんは誰が、100人が見たら100人バカじゃねえのっていうことをやってるんですよ、そのズッキー君はね。なんでそうなっちゃうのっていう。はい、で そこはわかるうんあそれはあのね、はい、相手が不倫をしてたら絶対に負けないんです裁判っていうのは相当なバカじゃない限りはい、うん、だから全部奥さんにしてやられてるのよ子供持ってかれて要は旦那さん、はい、要は物理くズッキーが悪いっていうことをいっぱい吹き込んで はい、ちゃんと洗脳して、そういうふうに弁護士さんに言ってもらえるように全部仕組んで、はい、でも本来だったら不倫のところをどんどんついて証拠出すときは100%勝つのよ、ステイ行為なんだから、はいうん、だから奥さんはこいつバカだなと思ってると思うよ、うんそこはわかるああのはい、えっと あの不貞行為をした相手への裁判と、妻への離婚の裁判を2つやりました。今、岡田さんおっしゃっていただいた1つ目の方については、慰謝、うん、料は、えー、相手の方からは、慰謝、えっと、料はあの受け取ってます。ちゃんと息子さんに言うって言った奥さんに 不貞行為を言うってなんでこうなったかをちゃんと説明するって言ってないよねは、はい、じゃあないあなたの子供はさその事実を知らないままはいねお父さん浮気されて離婚してで大学までお金払ってやってそんな親に会いたくないって言ってるクソガキに育ってんだよ。 ふざけんなだよ。ズッキーく一生懸命支えてやったんでしょ何が親父に会いたくねえんだよ。ふざけんな、ぼん殴っていいよ、こんなやつ。クソガキが、本当何が会いたくないんだよ。バカじゃねえのか。そういうことを教えなきゃいけねえんだよ、親父は。はい。ふざけんなだよ。大学1年生にもらって、そんな発想しかない。まあ、ふざけんなだよ。 ズッキーくがどんだけ大変な思いをしたいよ、お前。本来だったらこんなことしなくたっていいんだよ。不倫した時点でお前ふざけんなってっても、訴えても全部持ってけちゃうんだよ。はい。でもそれをさ、元々のまの、あ、気が弱いっていうのかな。こう奥さんはまあ、そのズッキーくを手のひらで転がせるから、まあ、うまいように仕組んでうまく持ち運んだと思いますよ。この形までね。うまくしてやられたと思いますよ。でもしてやられた上に、 その要はズッキ君が家庭にないことをいいことにずーっと吹き込んでるわけですよ、ズッキ君がこんだけだめな旦那だったっていうのを。はいだからちゃんと説明しなきゃいけないよ。実はこうでこうでって。はいでお父さんは大学に、ね、卒業する滞在をサポートし続けてる、支えてるつもりだと。 ああいうことがあって、利口になったけど、でも、その中でも僕は、息子に対してできる、自分のできるベストを尽くそうと思ってやってる、それは君たちと君の弟が卒業するまで、絶対にそれは筋を通すつもりだと。はい、だけど、そういう男に対して、会いたくない、やってもらってることを見ずに、会いたくないと言える、言ってしまうような男に君、僕はなってほしくないってことは絶対伝えなきゃだめだよ。そうしないとこの子は 絶対人に感謝できない人になるよ。はい、真実を伝えることですよ、特に上のお兄ちゃんにはね。はい、そうすれば初めてあなたの話を聞くよ。でも今は、とにかく奥さんが吹き込んだズッキー君、奥さんが吹き込んだズッキー君のイメージしかないんですよ。 はい、いやこれは本当にあんまり人の息子言いたくないけど本当ボンクラに育つよまともな感覚持ってるやつだったら、はい、おかしいもんこの状態で会いたくないって言える人間っていやいやお前金出してもらってんだろって話だからね 逆にズッキーくんがその立場だったらお礼の一言でも言いたいでしょ無事大学入りましたありがとうございましたってそうですねそれが人間ってもんじゃないのはいあの、まあ、特に上の子供はちょうど来月入学なので、うん、あのそんなんさお父さんありがとうございます大学行けましたって男として筋通さなきゃいけない場面だよ でもそれをなんで言えないかっていうと、とにかく吹き込まれてるからなのよ。はい。だけどそういう人間としての筋っていうのは、これ、正直人の元奥さんは悪いけど、この女の人はとんでもない人だよ。だとんでもない子になっちゃうよ。この人の価値観のままそうだったら。はい、うん 僕はまだ中学生にはちょっと早いけど、はい、大学生のお兄ちゃんには二十、まあ、歳になった時でもいいから俺はちょっとお前に絶対話しておきたい話があるって言ってちゃんと話をするべきだと思うよはい、うん、でそしたらあそうだったんだってなるよでなんでこういう話をしたかっていうとお父さんは、はい 会えもしない、会えない。で、いやもう正直、こう不倫離婚する理由っていうのは、ズッキーくんにはまるでないから、日がね。さあ、まあ、ちょっと細かい、はい、細かいところでは気が使えなかったとかありますよ。だけど、そんなの法律上は全然ないわけだから。はいでしょそうですね。そうででしょで、はい 全く悪くない状態で全部奥さんの条件をんで離婚してでそれで嫌な顔というかもう逃げ出すこともせず今一生懸命働いてお金2人育てようで下の子だって大学まで行かせようって腹くくってるわけでしょ、はい、でそうやってやってやってきたことは そこに対してやっぱりお礼の一つ言えない筋を通せない人間に絶対なってほしくないから伝えたっていうことは僕は言わなきゃいけないよと思うよ。はい。うん。だめだよ、これは。僕はすっごく。 その日本ななんて言ってちょっと大げさな話になっちゃうけど上層部が賄賂で狂ってる会社でまともに働いてるみたいなそれがなんか、はい、そういう感じでの環境のもと座ってるよねお子さんは。ああ。うん、真実を知らないんだもん要は本当あれですよあの何、ー、て言うんですかほら。 ちょっと一時流行った仮想空間の中で生きてる映画ああはいうん、うん。あんな感じですよね。真実知らないんだもん。これはダメだよ。どんな理由があってにしろ今だって3月でしょはい。卒業式の日とかに俺だってあの 2週間しかお世話になってないピアノの先生今で卒業しましたって言ったから <laughs> <laughs> それ関係ないけどいやだけどだってズッキーくんだったらさもしズッキーくんのお父さんがかまあ片親で育てられてでも要は足長おじさんでずっと支えてもらってたら、はい、例えばそのお父さんが飲むうつ買うが原因で離婚したって聞かされてても、はい、でもやっぱ一言お礼言いに行くでしょ そうですね、男として「ありがとうございました」って「はい、僕は何々代に進みます」っていうふうにさはいそれができないやつに育ってる岡田さんでもあの私一番初めにその今日ご指摘いただいたところっていうのが、うん、やっぱ私の方にもあのやっぱ問題があるのかなってちょっと今は <laughs> いやじゃあその細かいところのコミュニケーションは問題があるしその、はい、そら確かにこう奥さんが最初の歪みだよねこの奥さんとの夫婦関係がうまくいかなくなったっていうコミュニケーションのそのやらかしっていうところはもちろんあるよ、はい、そのズキくんが原因になって奥さんにも言い分があると思うけども、はい、それと不貞行為は別だから、はい、<laughs> その、はい、法律上要は子どもたちから見てもいや離婚した原因おかんじゃん ってなる流れですから絶対に。はい。ズイ君はズキー君はそこに対してなり一つ間違ったことしてない。これ以上できないよってことをやり通してるんですよ。はい、だから本来だったら奥さんの方が子供たちに、はい、いや実はあの人悪くないのよ。 お母さんがわがままだったのあの人はあなたたちの学費も全部払ってくれてあの人のおかげで学校に行けてるんだよっていうことは毎日のように言わなきゃいけないことなのよ本当は、はい、お父さんとお母さんはちょっと男と女として会わなくてお別れしちゃったんだけども、はい、でもあなたのお父さんはあなたを支えるために本当に自分の時間を削ってずっと おおあの支えてくれてるんだよで弟の子にもあなたも最後まで育てるつもりでやってくれてるんだよってことは絶対言い続けなきゃいけないことなのよ親としてはい、はいうん、そうすれば彼は彼らはあお父さんに愛されてるんだなっていうことを片親でも自覚しながら生きていくことができるからでそして人の助けがあって初めて今あるんだっていうことが自分で自覚できるから、はい、ちゃんとお礼を言える筋を通せる子 要は人間関係っていうの,は,その要は、例えばお父さんとお母さんがそういう関係だったとしても、お父さんと息子の関係までそうなるものではないからね。あはいうん、で、ズッキー君は息子さんに対してはちゃんとやってるんですよ。だけども、本来はお母さんがやらなきゃいけない役目のことをお母さんがやってないんですよ。それどころか、あることないことを吹き込みまくってるんですよ。 はい、だからここで筋も通せないお礼も言えない子になっちゃってるんですよ。でもそれは彼が要は2人が隠しちゃったバーチャルの世界で生きてることだからちゃんと真実を伝えるべきですよ、はい、その特に二十歳になったタイミングでいいと思うけど、はい、いやーこれじゃないと彼も俺はお父さんに愛されてないんだなって思ったまま大人になっていくと思いますよ。う,ーんうん いやもうそうですね、もうしょっちゅうはい夢にも出てくるんで、やっぱりまあもちろん会いたいですし、声だけでも聞きたいですね、うん。だって、本来だったらもう毎月会う権利あるんだもん。そう,そうですね、おかしいよ、はい、だって。 なんでそこまで折れなきゃいけないというか逆に言うとそこに対して「いやだ会いたい」って言える子育てをしてないわけだからお母さんがそうですねはい、うん、そうさせてるわけですよはい、うん、だからでもそれをやっぱりその俺はこんだけお前を支えてやったんだってことを伝えるために伝えるんじゃなくって、はい、息子にそんな筋を通せない人間になって ってたことがすごくショックでこれから先大人になってそんな人間に絶対なってほしくないからこれを伝えたっていうことをちゃんと伝えてほしいはいでそれによって例えば息子さんが「はい、あそうだったんだおやじありがとごめんなさい」ってならないと思うよはいでも心には絶対残る愛されてたんだっていうことと真実をはい、うん、でお母さん結構やばいやつだなってことも気づくと思うでも、はい、そこに気づかないと 彼がまっすぐ育たないよんでそこまで折れなきゃいけないのよ。ふに <laughs> されて、えで、何こう、もう、家賃貸出して、それがショックだってったお前らの金のためにやってんだろうかって話だし、面会を希望するも会いたくないとか、なんでそこまで折れなきゃいけないのよ。いや、偉いよ。普通だったらもう、 もう知られーってなるよ。投げ出しちゃうよ。えら、うん、いよ、ズッキーくんは。ものすごい精神力だと思うよ。いやいやちょっと,とコミュニケーションって怖いね。はい。ね。はい。もう。でも、俺が思う分かる今分かったでしょ僕が2つできないよって言った意味が。はい。うん いや、これだって自分、だって俺が言ったこと、正直、ズッキー君、自分って思ってるでしょおかしいよって。はい。ここで。そうで,ね、そうでしょ、はい、なんで、なんで俺会えないんだよって話じゃん、だって。はい。女、毎月ありがとうございますって、お礼に来てもいいぐらいだよ、ほんとさ。<laughs> そうですね。<laughs> うん、そうだよ。いや、この、この私とは会いたくないっていうのは、誰から言われたの、ちなみに。 あの会いたくないと言ってるとあの、妻の弁護士から聞いてます。そうでしょはい。これも俺、正直そんなこと言ってないと思うよ。そうですね、そこまで <laughs>、うん。正直。はい、これあの、例えば行く大学とかもちゃんと知ってるんですかあの 聞いてるんですか連,絡、はい、連絡は来たんですけどもあ,、うん、あの「どこどこ大学入学金いくら以上」みたいな、うんうん、<laughs> そういうメールが <laughs> <laughs> あのメッセージだけいやまあだからまあ今18歳十歳2、はい、0歳だったら だんだん分かってくる、たバイトとかもすると思うから、そうですね、はいうん、だんだん分かってくるから、まあ三十でもそのタイミングで伝えとけば、多分三30、40ぐらいで、はって気づくと思うよ。うんうん、いや、これはね、父親として絶対にやんなきゃいけないことよ。そのもう本当にズッキーくんのことを理解してもらうんじゃなくて。 はい、筋を通せない人間にならないように育てなきゃだめよ。うん、うん、はい。うん、本当に。はい、いや、でも正直、会いたいって言ってると思うけどね。<笑><笑>あまあ照れ、照れた感じでどっちでもいいとは言ってると思うけど、あはい、内心は会いたいと思うよ。 お母さんと弁護士で北朝鮮のように検疫やってんでしょうよ。<laughs> お母さんが一番怖がってんのは不倫のことを言われることですよ。ああ、そういうことですね、うん。これはその通りですよ。<ん>だからこの時に分かった、じゃあ俺はでもこの離婚するときにそうなってしまったきっかけであるここをちゃんと息子に話したいと言っておけば。 はい。多分およ、おまあ、ま,あま,あまあまあまあってなったはずなんですよ。ただ、そういうやっぱりこう、まあね、駆け引きというか、うんはい、ところが、まあまあ、弱ってたところを攻め込まれてるからね、<laughs> だってところもあるんでしょうけど、はいうん、とにかくあれですよ、もうまあまあ、僕が今回、おかしいよ、ここはって言ったことと、はい、言ったところは多分、ずきくも言われなくても、心の底でちゃんと分かってたことだと思うので。 はいうん、そこをやっぱりちゃんと、あのー、今嘘偽りの親子関係ではなく、はいうん、ちゃんと真実を伝えるっていうことをそれによって息子さんに伝わることっていうのがあるから、はいうん、それがもう,うす、ねうん、月君がしっかりとできるあのサポート以外でしっかりできることですよ。はい、はいうんうん ああこんなに、うんはい、頭かち割られたのも,もう初めてでありがとうございますいやいやいや、うん、いやいやもうこれ多分うちと嫁に話したらもう大激怒すると思うな <laughs> <laughs> おい弁護してやんよ私がってなると思う <laughs> これおんちなみになんだけど女の子に相談した もはいししましたあな,なんて言ってたなんでその会いたくないって言ってるのかわからないいやそうだよねはいいやだって100パーだこの女だもん <laughs> <laughs> いや正直その女性たちも、はい、ズッキーニに言わないだけで今日私が言ったことは考えてると思うよ、はい、ああうまくや,やられてんなって <で>ああそういうことですか。うん女は怖いからね。<laughs> そうですね。あいやだからまあその話をしたら、ね、息子さんも女は怖いってのもまた一つ覚えるでしょうから。<laughs> それは彼の人生にとってかなりのプラスになるんじゃないですか。いや、まあ安心しててください。息子さんはズッキー君に会いたいなんて思ってないです、まず。 だけど、こう今までの奥さんとの戦いのあまりの負けっぷりによって、<laughs> ここから強引に会うっていうことは一手としてはまずい、よくないですから、はいうん、ちゃんと二十歳になった時になってから、しっかりと伝えに行った方がいいです。わかりましたでその時はもう、本人に直接手紙でも何でもいいから。 大学に行ってもいいと思うし、ちゃんと直接本人に話したいって意思を伝えて、と弁護士、奥さん通さずに、そもそも通す必要なんかないんだから、親子はないですよ。ね、そういう感じで。ありがとうございます、本当に。いやいや、こちらこそ。すみませんね、時々暑くなって。いやいや、もう。 よろしくお願いしますありがとうございますじゃあこの後すっごく気分的に送りづらいと思いますがアプローチのナンパ添削の方も送っといてください <laughs> <laughs> はい、あのー、ささやかに送りさせていただきます大 <laughs> の大人二人がこんなヘビーな話した後に最後の言葉が <laughs> ナンパ添削を送っといてくださいですからね本当頭おかしくなりそうです <laughs> <laughs> い<や>今日は、<laughs> はい、僕もしっかり心、はい、魂で話せた気がします。はい、もう岡田さんだけです。こんなこと。ありがとうございます。じゃ、こちらこそ、はい、じゃ、しっかりと人生取り戻していきましょう。はい、ありがとうございます、うん。はい、ありがとうございます。失礼し,します、はい。失礼します。はい、失礼します。ご視聴ありがとうございました。ぜひ。 チャンネル登録お願いします